スピーダーエボリューション4。ね、こう初めて打つのは楽しみですよね。さあどうや。あれも軽く振ってキャリー251結構いいね。きた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 。どんどん行きましょうか。うわ、フェードで270や。これは結構叩けるで。どんどんキャリーが伸びていくんだけど。キャリーが伸びるね。でこれ打ったときにですね、まず思ったのがすごくシャフト全体の挙動がシャープで、もちろんシャフトの加速感というのもあるんですけど、すごく自分がシャープに触れるスイングの自分のポテンシャルを上げていきやすいシャフトだと思いました。まあ、僕らはですね、打つ前にこうワッグルをするんですね。まあ、どこがしなるのかなっていうと、これはね、ヘッドがすごくこうついてくるんですよ。まあ、これを僕ら追従性がいいシャフトだと言ってるんですけれど、まあ、手元の剛性も高いし、中間の剛性は少し柔らかいんですけれど、そんなにこう遊ぶほどは柔らかくない。それでいて先端側にかけては少しこう走り感を出している。ただシャフト全体の剛性の変化というのはそんなにわざと大きくつけてないのかなと思いました。叩けるスピードだね。 OK、 いいよ、来るね。おお、277が出ていきなり。これ叩けば叩くほど飛びそうだよ、これ。なるほど、いい感じ。じゃあちょっとさらなる飛距離アップを、ね、目指しましょうか。これ474でいったら最高飛距離が出そうやね。さあ、どれぐらい行くかね。いいよ、来たか。うわ、完璧なデータやけどね。初速68、初めてかも。お、これ飛ぶわ。これ飛ぶ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 、見てこれ。いや、これね、僕もびっくりしたんですよ。僕の中で67以上出る、まあ、クラブシャフトっていうのは、まあ、飛びのポテンシャルが高い。でも68っていうのは今年は特に1回も出てないんで、こういうのが非常に僕の中では魅力的だし、実際に使ってみたい。やっぱりミート率がすごく綺麗よね。ここでジャストで入ってくるからね。やはりエネルギーロスが少ないっていうのが初速が上がった要因だと思います。結構先端側が動くシャフトだと入射角が不安定になるんですけど、エボ4に関して言うとシャフト全体の挙動が非常にこう追従性がいいんで、それがミート率の安定感、まあ、高さですね、そういうものも非常にコントロールしやすく作られていると思います。こうね、ぐっとこうインパクトに力を溜めていけるというか、これ完璧やけど。いやいや、これ強烈よ。見て見て、この初速はない。68.4 も1回も出てないもんな、初速。これすごいやろ。完璧に入ったもん。やっぱりこう挙動がコントロールしやすくて、自分の力を最大限にボールに伝えられる、叩けるスピーダー。